もうね、今日はさっくりこの一点。お金にクレッシェンド。はい、今回は音楽家も最大30万円かというね、中小事業者への一時金のお話です。で、その中で肝になるところの収入計上のタイミングについてね、こんなご質問にお答えしていきたいと思います。たくさんあったご質問ですね。本日のお話このようになっております。動画で解説した経産省の、ね、一時金30万円、個人30万円のやつですね。あれに関してたくさんの質問や相談をいただいてます。ありがとうございます。で、そんな中で、こういうの。これがすごい多かったし、重要なんです。1月から3月の収入ってね、ここなんですけど、これ、計上のタイミングについてちょっとわかんないとこあるんですけど、って話なんですね。勘違いしやすいところになりますので、ここはもうズバッと解説しておきたいと思います。はい。というわけで、最初にね、ちょっとこの話をしたいと思うんですけれども、これいつものお話になりますので、あ、知ってるって方は、1分ぐらいかな、シュッと送っちゃってみてください。はい、いきます。この動画ね、パワーポイントで動いておりますけれども、これをレジュメの、まあ、PDF。変換したものですね。データ変換したものを音楽の LINE アットの方に欲しいよって言っていただければお届けします。お渡ししますという。お届けしないか。ね。はい。で、なんだその音楽の LINE アットって、この下の、ね、説明欄、概要欄の方に URL が貼ってあります。こちらの方に音楽の LINE アット入っていただいて、リンクから入っていただいて、レジュメちょうだいって、過去のレジュメが山ほど入っている Google ドライブのリンクをちょうだいと言っていただければお送りいたします。で、この同じ LINE アットでですね、栗原に直接質問相談ができます。で、これ、ま、すべて、基本的には俺がもう、基本的にはというか、すべて見てます。この二つの目で、バッチリ見ております。が、直接お答えしてるんで、遅れちゃうときあるんですよ。ごめんね。はい。そうなんです。で、過去ですね、最大2週間以上お待たせしたときがあったのね、のね、のね、のね。なので、ま、待っても大丈夫だよという方とか、それから今後もしかしたら同じような質問をちょっとまとめて LINE の方でお答えしたり、まあ、この YouTube 動画でお答えすることがあるかもしれないけど、それでもいいよという方はぜひ遠慮なく質問、相談、どしどしお寄せください。はい。というわけで本編の方入っていきたいと思います。こちらでーす。お便りコーナー、お便りコーナーです。はいはいはい。今日ね、お便りもらってるんですよ。ありがたいですね。質問のお便り。読みますね。いきますよ。ペンネーム、黄色いアヒルのベーシストさんからいただきました。ありがとうございます。栗さん、こんにちは。こんにちは。いつも見てます。ありがとうございますね。一時金30万円に上がったんですね。そうなんですよね。今回ももらえたら嬉しいですということですね。はい。というわけで、2021年の収入を見てみたところ、を早速準備してるんですね。アヒルさん、1月の収入が少ないみたいなので、ここを対象月にすると一番多くもらえそうなのですとね。はい。ところが、ん ?1 月の通知を見てみたら、はいはい。12月の演奏のギャラが1月に振り込まれてましたと。おで、これを1月の収入に入れると、もらえる一時金が減ってしまいそうですと。まあ、計算式からそうなっちゃいますね。はいはいはい。栗さん、はい。このギャラって1月の収入に入れないといけないんですか?切実です。そうですよね。よろしくお願いします。ということで、ペンネーム、黄色いアヒルのベーシストさんからいただきました。ありがとうございます。ね、この質問にお答えしたいと思います。まあね、お便りの内容、さっくり言うとこんな感じですね。まあ、経産省の一時金が欲しいんですけど、1月の収入が少ないので、それを対象月にしたいと思ってたんですが、よくよく見てみたら、12月のギャラが1月に振り込まれているよ、通帳にということで、これどうするのというお話でございますね。で、ここに関してはもうですね、もうズバリの回答があります。もうね、今日はさっくりこの一点。はい、行きまーす。どの一点?はい、こちらです。仕事をした日が何月なのかって、こちらです。ここで考えれば OK ですということになります。仕事をした日が何月なのかって、だから先ほどの、そのね、アヒルちゃんがですね、黄色いアヒルちゃんが、まあ、12月の20日に演奏をして、1月の20日に振り込まれたんだったら、12月なんですか?1月なんですか?って質問だったと思うんですね。12月の20日に仕事をした、演奏をしたんだったら、それが何月に含まれてるの?そしたら12月ですから、12月の収入で考えれば OK ですってことになります。ちょっとここら辺ね、格好書きしときましたけど、まあ、アヒルちゃんだったら、ベーシストって書いてあるんだから、まあ演奏としましょうか。演奏日ですね。この日にギャラ発生。それから、まあ音楽の先生とかだったらレッスンをした日とかね、あると思いますね。だから、レッスンの日は12月20日なんだけれども、お金、お月謝をいただいたのは12月20日かもしれないし、
翌月の1月かもしれないし、もしかしたらお月謝の場合だったら前月末にもらってるかもしれないですよね。11月の末に12月分4回まとめていただいておりましてみたいなこともあるかもしれないです。でもどんなパターンであろうともね、この仕事をした日、つまりレッスン日、作曲家編曲家さんとかの場合だとちょっとレッスンとか演奏日がよくわかんねえなみたいなあると思いますので、この方の場合はちょっと契約にもよりますけど、基本的には納品日って考えればいいかと思いますね。納品、作曲家さんが12月の20日に納品しました。でその納品した曲はもしかしたら演奏が1月かもしれませんけど、だけど契約上相手に納めたのが12月の20日だったら、この日をもって請求の権利発生みたいなね、こんな感じになりますね。基本的にここに考えてもらえればなと思います。ちょっとこれタイミングがね微妙な方がいらっしゃるかもしれませんが、基本的にはこういうのを、まあ、考えてもらえればいいかなというふうに思います。でこれ、まあ、覚えておく必要ないんですけれども、ちょっとね、知っておくと便利。難しい言葉じゃないんで、専門用語でこういうのを発生って言います。発生主義とか言うんですけど、発生日とかね、12月の20日に発生したの、発生月とか言います。12月に発生したの、とか、発生年度とかね、2021年度に発生したの、とか、こういう言い方をします。発生のタイミング、基本的にはもう発生ですって、これ会計はもう基本的にこれ発生で動いてます。基本的にはですよ、いろいろ例がありますが基本は発生ということになります。なのでまあ、ちょっとね具体的に出しておくとこんな感じになりますよというところをねいきますが、まあ1月演奏、1月レッスン、1月納品、何でもいいです。1月なんだけど12月に前払いでもらうこともありえますよね。嬉しいですねこれ。さっきちょっと言いましたけど、レッスンのピアノの先生、バイオリンの先生、音楽の先生、お月謝、前月末に翌月分を前払いって結構あるかなと思います。だけど、11月に12月分の月謝をもらっても、12月に演奏、レッスン、発声だったら12月分ですと。で、1月演奏で、その日に現金払い。これはあります。これは一番上がりやすいですね。これはもうこの日だよなって。もう他の日を悩みようがないですね。次、1月演奏で、これ今回のね、はがきのパターンですね。1月演奏で翌月以降に振り込み払いとか、まあ別に現金払いでもいいんですけど、まあまあね、翌月。これずれるパターン。ね、この前にずれるパターン、後にずれるパターン、いろいろありますけれども、これ全部1月の収入に計上だよーということになります。ここで発生しているってこと、お仕事完了ってことですね。こういうふうになっております。ちなみにさっき会計っていうのは基本的には発生主義で回っておりますよっていうふうに言いましたけれども、今日は一時金の話から入ってきましたけれども、これもうそろそろね、このそろそろ確定申告のシーズンじゃないですか。なので、この発生という考え方って確定申告の税金計算の時にもうこそ使う基準なんですね。はい。なので、この、ちょっと確定申告の時期、もうね、もうそろそろ始まり、再来週始まるかって話なので、どっかのタイミング、近々ですね、このよくある収入計上のズレ、実はこれもこの時期、結構いただいてる質問になるし、毎年いただく質問になりますので、音楽家さん向けにちょっとですね、わかりやすく解説をしてみたいなというふうに思っております。はい。というわけでね、今日のお話はここまでになるんですけども、この、経産省の30万円、個人30万円の一時金っていうのは音楽家さんからの関心度めっちゃ高いです。で、まあ質問に答える動画の作成とかも検討しております。今日もまあちょっとね、質問に答える動画って言えばそうなんですけども、お便りコーナーなんてありましたけどもね。まあこんな感じでやっていくか、それとも質問をバン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 って読んでいくかっていうふうにいろいろ考えておりますので、よかったら LINE アットの方に、基本的には LINE アットの方に質問いただけるといいなと思います。もちろん個別に返しますけれども、その中で、あ、これちょっとみんなにも知っといてもらいたいなっていうものは、この動画の中でシェアできればなというふうに思っております。で、YouTube とかのコメント欄に書いてくださってる方、本当にありがとうございます。ごめんね、返信できてなくて。なんで返信できてないかっていうとですね、必ず全部この目で見ております、YouTube のコメント欄もですね、見ておりますが、今のところちょっと LINE アットの方が、1週間、2週間とか待ちとかなっちゃうので、そことの整合性が取れないというのが一つ。で、もう一つは、LINE の方だと1対1のちょっと内緒話っていうか、ここでしか言えない話ってクリさんだから話すんですけどって話ができるんですけど、コメント欄だとこれ俺どこまでオープンに答えていいのかなっていうのが分かんなくなっちゃう時ありますので、その2つの理由で今のところ返信は LINE アットだけどさせていただいておりますが、必ず見ておりますので、まあ、質問に答えてくんなくてもいいけど、俺のリクエスト、私のリクエストはこれだ
ていう方は YouTube のコメント欄の方にねペペペッと貼り付けといておりますが、必ず見ておりますので、そんな感じでお願いいたします。はい、というわけでね、この計算書の一時金細かいところはまだ全然謎でございますけれども、また続報の方がね出次第どん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 動画を作っていきたいと思います。解説していきたいと思いますので、まあ、ご注目くださいということですね。で、ご注目くださいと言いましたので、ちょっとこの情報をもらい漏れとか嫌だなっていう方は、まあ、この期間中だけでも結構です。こちらの方のね、まあ、登録ですね。YouTube の登録、なんだっけ、視聴者登録、チャンネル登録だ。こちらの方にピッとか押しといていただけるとすごく嬉しいですし、あとこちらの方の、ね、高評価とかで、ね、グッドってやつありますね。こちらの方を押しといていただけると、すごく嬉しく思いますし、明日以降の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。